こんにちは、黒鹿の袋です。12月1日になりました。本日より2日間ほどちょっとお題がないので、スタッフからいただいたテーマでお送りします。オープニングが変わったと思うんですけど、まあ毎月1個ずつ変えていこうかなというふうに思っています。今月はまあちょっと短めなものですね。今日のテーマはなぜ歯医者になったんですか。歯医者になった理由っていうのはあまり深く考えたことがないです。まあ、親父が3代目で、私は4代目でっていう感じで、家業を継ぎましたといえばそうなんですが、上に姉が2人いて、2人とも、まあ、歯医者に嫁いで、一番上の姉は、自分も歯医者だったんですけど、まあ、歯医者やらずに過ごしてしまったというところもありますが、2番目の姉は、もう専業主婦で、北海道に嫁いでいて、歯医者に嫁いでいます。そういった面で、まあ、お二人とも開業医ですから、こっちに戻ってくるってことがなく、私がやらざるを得ないというか、そんな感じでうちの家業を放り出されて私がついてますという感じです。いまだになんか歯医者って言葉が嫌いで、そのまま勝者とかって変なこと言ってますけど、まあ、それはともかく、歯医者になった理由は、深くはないんですが、まあ親父の背中が大きかったんだと思います。そういった面では、それで歯医者になりました。本日は以上です。